覚悟を決めたんなら揺らいではいかんの。わしが何のためにお嬢に力を与えたと思う。お嬢ならわしの力、金剛力を良いことに使ってくれると思うてじゃ。忘れんでくれ。わしはいつでもお嬢と一緒だということをな。誰かと思えば、他の棟梁どもの足を引っ張ることしかできない新米棟梁か。どこって言わなきゃわからない。俺たちが散歩のためだけにわざわざこんなところまで出向くと思ってるのかな。聞いたかい？状況が見えてないっていうのは滑稽だよね。お前一人か？千歳はどこに行った？どうした？かかってこないのか？なら、こっちから行かせてもらうぞ。
しまいだな。ったく、何やってんだよ。さっさとヤセの里に戻れって言っただろうが。再開九国の鬼頭千歳、ただいま参上。ようやくお出ましか。お前に会いたかったぜ、千歳。会いたかったって、気持ち悪いこと言ってんじゃねえよ。まあいいや、もう一度痛い目に合わせてやるぜ。これでお前を殺せるぜ、千歳。心配すんな、俺は絶対に負けねえ。条件が同じになっただけだろう。負けるって決まったわけじゃねえ。遅いな。生意気な。くそ、また消えやがった。どうなってやがるんだ。死ねよ。しっかりしろ。
ちょっと酒呑童子、遊ぶのはいいけどほどほどにしなよ。そうですよ、余裕ぶってて後でどうなっても知りませんよ。殺してやる、殺してやるぞ十騎衆ども。我らの積年の恨みを晴らしてやる。できるもんならやってみやがれ。悪いが、俺はてめえに殺されてやるつもりはねえからな。力を振るうのは楽しいだろう。今のお前は俺と同じ顔をしているぞ。てめえと一緒にするんじゃねえ。いや、一緒だ。一緒なんだよ。お前は鬼だ。さあ、お前も楽しめよ。鬼であることをもっと楽しめ。安姫守護という目的を忘れ、同族を殺めるお前たちと俺の間にどれほどの違いがある。言っておくが、安姫が飲まされた薬、この俺が飲んだあの薬に解毒薬はない。お前たちの精神の支柱安姫もいずれこの俺のようになるぜ。やれやれ、ちょっと薬が効きすぎたかな。どうします、これだけの騒ぎになったら大阪方の連中に見咎められるのも時間の問題ですよ。あくまでも大阪方と徳川方の全面対決で型をつけるっていうのが上の人の意向なんでしょ。だね、人の世や鬼の里を引っかき回してくれるのはありがたいけど。酒呑童子、そろそろ退散するよ。こんな雑魚相手に力を使い果たしちゃもったいないでしょ。確かにその通りだな。明日の本番前にこいつらを殺してしまうと楽しみが減る。ふざけんじゃねえ。俺がてめえらを見逃してやるとでも思ってんのか。通り逃がしたか。いや、お前のせいじゃねえさ。あいつ尋常な強さじゃなかったからな。いや、平気だ。それよりも、あいつらが何をするつもりなのかが
気にかかるな。主天道寺のやつ言ってたよな、痩せ姫もいずれあいつみてえになるかもしれねえって。お前は先に痩せの里に。お前平気なのかよ、痩せ姫があの薬でおかしくなっちまうかもしれねえってのに。じゃあどうしてさっさと里へ戻らねえんだよ。お前の役目は痩せ姫を守ることだろ。だったら。どうすればって、他の棟梁を立てればいいだけだろう。一族の連中に悪いとは思うが、それでもあいつらなら俺の気持ちを分かってくれるはずだし。俺だって本当はお前と。もし俺についてきたらお前まであいつらに殺されちまうかもしれねえんだぞ。お前はもともと島津家の人間とは何の関わりもねえじゃねえか。今すぐ痩せの里に戻っちまえば死ななくても済むだろう。それなのに。一緒にいたいってどうして。
本気なのか。待てよ。今の言葉本当なのか。そのお前が俺のことを。俺もそのお前のこと悪い。口に出すと恥ずかしくて死んじまいそうだ。だから お前のことは俺が守る。だから一緒に行こう。いや、お前らしいと思ってさ。ったく、豊久や親父の言った通りになっちまったな。まあ、これでお前を堂々と独り占めできるからいいか。なんでもねえよ。